オーストリア郵便貯金銀行郵便貯金制度とは政府が郵便局を通じて預金、為替サービスなどを国民に提供する制度の総称である。国民への貯蓄奨励や民間銀行などのサービスが行き渡らない地域も含めた全国均一の金融サービスを提供するという目的に基づき各国の政府により設立された。アメリカでは このような目的が達成されなかったものの、ヨーロッパの主要各国では、金融の自由化、グローバル化の進展とともに、民間の金融機関がサービスの多様化や拡充を進めるのに対抗して、郵便貯金制度も個人業務を中心にサービスを拡充することにより、制度本来の目的を忠実に果たしている。ドイツやフランス、イタリアでは、欧州統合に向けた規制緩和。 民営化の流れの中で改革が行われ、経営効率化を図るために公社会や民営化が行われた。しかし、ドイツでは店舗数の減少などの問題が生じており、ATM の設置やテレフォンバンキングの活用により利便性を保つ努力が行われている。主な国の個人金融資産における郵便貯金の占める割合は各国とも安定的に推移している。なお、 ヨーロッパ主要各国では日本と比較して郵便貯金のシェアが低い傾向にあるがこれは個人専門の貯蓄金融機関が発達しているためである。世界で最初に作られた郵便貯金制度はイギリスのもので近代郵便の父として知られるローランド・ヒルの手によって1861年に創設された。創設当初は郵便局を通じて国民に 全国規模の安全、便利、経費不要な銀行を設立することを目的としていた。1880年には、郵政省が郵便、電気通信、郵便貯金の3事業を管轄下に置いた。金利は他の金融機関と比べ低く、預け入れ制限などがあったにもかかわらず、政府の信用があったことに加え、当時の金融機関が富裕層を顧客にしており、 主要都市にしか支店がなかったことなどから、徐々に貯金残高を伸ばしていった。1969年に大倉省の外局として国民貯蓄庁が新設され、それまで郵政省が行ってきた郵便貯金事業を引き継ぎ、国営の郵便貯蓄銀行となった。その後、名称を国民貯蓄銀行へと変更した。普通貯金よりも国民貯蓄証書の発行の割合が大きく、 政府により設定される調達目標金額に従って集められた資金はすべて国家貸付資金勘定に予託されて政府資金として活用された。この点においては日本の財政投融資制度に似ている。1980年代以降、サッチャー政権による政府資金調達方法の多様化政策により貯蓄証書の限度額緩和や年齢制限撤廃をはじめ、 インカムボンド、預金債券キャピタルボンド発行などによる商品の多様化が図られた。こうした政策により、住宅金融組合や商業銀行などと競合する個人貯蓄の分野において一時的にシェアを伸ばした。しかし、1980年代後半からシェアは低下し、1990年代以降はほぼ横ばいとなった。1996年には、 国民貯蓄銀行は国から分離、独立し、独立行政法人、ナショナルセービングインベストメントとなった。これは民間と競合しない金融商品を開発することによって、その収益で国債を購入し、国民の税負担の削減に貢献するためである。ナショナルセービングは必要な資金の調達状況に応じて、 債券発行の停止や市場金利をかなり下回る金利の設定により必要以上に資金を調達しないようにしている。その結果、貯金残高は1999年末で約628億ポンドとなっており、個人の金融資産全体に占めるシェアは2.2%にとどまっている。なお、調達した資金は全額政府に予託され、 政府保障債への投資や地方自治体への貸し付けなどで運用されている。このように、ナショナルセービングはあくまでも政府系の機関として、財政資金の調達という役割に徹していることに、加え、貸付業務は行っていないことから、民間の金融機関との対立は起きていない。なお、イギリスでは、郵便貯金という故障は用いておらず、ナショナルセービングと呼んでいる。 かつてイギリスの植民地であった国でもそう、故障するところがある。アメリカでは1911年に郵便局がスリフトや銀行などを利用しにくい地域に対して貯金手段の提供を目的として貯金業務を開始した。この当時、貯蓄銀行がニューイングランドに偏在したことに加え、ヨーロッパからの移民が地元の民間の金融機関に対して不信感を持っていたためである。 設立当初は一人当たりの預け入れ年度額は500ドルとなっていたが、その後段階的に引き上げられ、1919年には2500ドルにまでなった。金利は2%の固定金利だった。集められた資金の運用については、当初は経営状態が健全な銀行への預金を中心に行われていたが、金融強行後はほとんどが政府債で運用され、 政府への資金供給源となっていった。世界恐慌の影響で民間の金融機関の破綻などが多く見られた1930年代頃には安全性が高く、金利設定が相対的に高くなった郵便貯金の人気は高まったものの、1933年に預金保険機構が創設されたことや民間の金融機関の安全性が高まったことに伴い、 次第に規制が多く利便性の乏しい郵便貯金は衰退していった。ただし、郵便貯金はあくまでも民間の金融機関の補填的な役割に徹していたことから衰退はいた方ないといった見方もできる。1947年をピークに貯金者数、貯金残高ともに減少を続け、1966年には郵便貯金制度廃止法によって廃止された。 貯金者数、貯金残高が減少した要因としては、郵便貯金に制約が多く、利用客にとって魅力的な商品を開発することができなかったためで、ある。主な制約として、郵便貯金業務を行う郵便局数が少なかったこと、払い戻しなどに関する利便性が欠如していたこと、民間の金融機関と比べて金利が低かったこと、預け入れ限度額が、 あまり拡大されなかったことなどが挙げられる。郵便貯金の廃止については ATM などのオンラインシステムが発達する前であったため特に混乱は生じなかったとされている。しかしアメリカでは口座時手数量が徴収されるのが一般的であり、ユニバーサルサービスを担い低所得者層でも貯金口座を持つことができる郵便貯金のような制度がないために 低所得者層を中心に金融機関に口座を持っていない人が少なくない。フランスの郵便貯金の歴史は1881年4月9日付法律により1881年に国民貯蓄金庫が郵便電気通信省の管轄下に入ったところから始まる。設立当初は預け入れ限度額が定められた通常貯金のみを取り扱っており、 国民の少学貯金の受け入れを行っていた。その後、1960年代になると、商業銀行が個人預金市場へ参入したことから、金融機関同士の競争が激しくなってきたため、保険や証券の取り扱い、公共料金の引き落とし、社会保険料の徴収、年金の支払いなど、民間の金融機関と競合を重ねながら、 徐々にその業務を拡大させていった。1991年には、郵便電気通信省は、郵便、郵便貯金事業と、電気通信事業とが分離、公社化され、新たに発足したフランス郵政公社、ラポストが、郵便、郵便貯金の業務をそれぞれ引き継いだ。従来からの貯金に加え、外国為替取引や株式、保険の販売などを行っているものの、電子化の遅れや、 非効率的な業務、時代遅れの金融商品などが批判されている。また、郵便事業と郵便貯金事業との会計分離が不明瞭となっている点や、民間の金融機関が扱えないような非課税貯蓄商品の取り扱いなども批判されている。2006年1月には、ラポストから郵便貯金事業を分割し、金融サービス部門の収益基盤を強化する。 目的から、ラポストの100%子会社として、郵便貯金銀行が設立された。住宅ローンを中心とした、今後のサービス拡大を目指しているが、民業圧迫との懸念も大きい。ただし、ラポストの金利決定権限が、大蔵省にあること、新しい金融商品を提供する場合は、大蔵省への通知が必要となっていること。 ラポストの取締役会が作成する年次予算案は、大倉大臣、産業大臣双方の承認を得なければならないことなどから、経営に対する政府の関与は強い。貸付は、住宅貯金口座保有者への住宅貸付と、郵便小切手の当座貸し越しに限られているものの、運用資産は1999年で約1.2兆フランとなっており、 個人の金融資産全体に占めるシェアは5.5%となっている。集められた資金は自主運用部門の個人向け住宅貸付を除いて全額政府に予託され公営住宅などの社会資本整備に利用されている。ドイツでは1907年から郵便為替取引が始まり、郵便貯金は他のヨーロッパ諸国よりも遅い百三十九年に創設され、 電気通信事業や郵便事業とともに、郵便電気通信省によって運営されていた。定期貯金や普通貯金が取り扱われており、郵便振替への貸し越しを除き、利用客に対する貸し付けは行われていなかった。また、集められた資金の運用については、ドイツ連邦銀行への預金や、大倉省の証券、電気通信事業に対する貸し付けなどに制限されていた。なお、 税制上の優遇措置はなく、民間の金融機関と同様に預金保険制度への加入や中央銀行への支払い準備金の積立ても義務付けられていた。1987年には電気通信制度政府委員会が郵政3事業の郵便電気通信省からの分離、公社舎案を提出した。その後、1989年の ドイツ連邦郵便経営基本法の成立を受け、郵便電気通信省は1990年に郵便、電気通信、郵便貯金の3事業に分割、公社化され、郵便貯金は、で、ポストバンクとなった。この改革は、あくまでもドイツの郵便事業の効率化を進めることを目的としていた。なお、ポストバンクは、郵便事業を扱うドイツポストや電気通信事業を、 扱うドイツテレコムと違い、ユニバーサルサービスは義務付けられなかった。ポストバンクは、公社会以降に取り扱いが始まった、クレジットカードや高金利の金融商品に加え、個人の貯金や振り替えを中心に扱っていたが、発足当初は赤字を計上しており、その赤字をドイツテレコムが補填していたことから、経営の改善が求められた。また、金融自由化により、 金融機関同士の競争が激化してくるにつれて、ポストバンクもサービス内容を拡充し、生き残りを図る必要に迫られた。1991年の東西預金貸付限度額の大幅引上げや、確定率基調蓄証書の導入に加え、期日指定定期などの金融商品を多様化させた。これに対して、民間の金融機関からは、金融サービスの拡充は、 本来の郵便貯金業務の枠を超えたものであること、ドイツテレコムからの赤字補填は民間との公正な競争を阻害していることなどが批判された。またこの問題に関して、ドイツ連邦共和国基本法に違反しているとして、訴訟にまで発展した。1994年には、ドイツ連邦共和国基本法が改正され、1995年に、 発行株式の100%を政府が保有する持ち株会社の下で参考者が民営化された。また、1997年には郵便電気通信省が廃止された。民営化後のポストバンクは銀行法上の免許を受けた金融機関とされており、銀行法の適用を受けている。加えて、業務の範囲も民間の金融機関と同じになり、金利も 独自に決められるようになった。その後、ドイツポストとポストバンクは別会社として運営されていたが、1999年にドイツポストがポストバンクを買収し、公社時代と同様の形で一体経営が行われているため、ドイツ国内にあるすべての郵便局で郵便貯金が取り扱われている。2008年9月に、 ドイツ銀行開催大手のドイツ銀行が2009年3月までにドイツポストが所有するポストバンク株の29.75%を買収し、さらにその後の1から3年間に20.25%程度を取得すると発表した。しかしながら直後に起きた世界的な金融危機によりドイツ銀行は資金難に陥り2009年2月に実際に 上渡された株式は21.99%に止まった。後株式市場で自己調達した分を含めて、ドイツ銀行の2009年12月現在の持ち株率は29.88%である。いずれにせよ、連邦制を敷くドイツでは、貯蓄銀行の大半は、州政府及び地方自治体によって運営されており、これらは原則公営である。 連邦政府が運営する貯蓄銀行である郵便銀行はその預金総額において公的な貯蓄銀行全体の10%前後でしかない。イタリアでは貯金思想の定着と政府の財源確保を目的として1875年に設立された。銀行よりも金利が低かったものの金融機関がない過疎地域や年金受給に 郵便貯金の口座を利用する高齢者などを中心に広く利用されてきた。イタリアでは営業地域規制などにより銀行の営業網整備が遅れているため郵便貯金は支店数が多く便利であること政府が運営しているという信頼感があること手数料が無料であること税制上の優遇措置などがあることなどからもその優位性を保ってきた。しかし金融自由化の流れを受け 1994年からは、行政合理化の一環として設立された校舎、ポステイタリアーネにより、郵便、電気通信事業と共に運営されている。イギリス、ベルギーに次いで、世界で3番目に郵便貯金が創設されたのは、ニュージーランドである。郵便貯金は創設以来、小口貯金を預け入れたい国民にとって、また身近な金融機関としてその役割を果たしてきた。 1987年に政府の行財政改革の一環として、これまで郵便、郵便貯金、電気通信の3事業を取り扱ってきた郵便事業省の民間化を前提とした分割、公社化が行われ、郵便貯金事業を担う公社として、ポストバンクが誕生した。ポストバンクは1989年にオーストラリア資本のオーストラリアニュージーランド銀行グループに売却された。 その後の郵便局の統廃合により郵便貯金の利便性は縮小していった。また、民営化と並行して行われた金融市場の規制緩和による影響で、ポストバンク以外の国内の銀行も外国資本によって買収され、顧客が口座いじを徴収されたり、様々なサービスに手数料を課されたため、小口貯金者は口座を維持することが困難になってしまった。 また、相次ぐ支店の閉鎖によって、銀行や ATM すらない、金融空白地が誕生していった。このような事態を受け、小口貯金の口座を運営し、低金利で融資を行っていた、身近な銀行である、郵便貯金の復活を求める国民の声が高まっていった。2002年に、ニュージーランド労働党と旧連合党の連立政権は、 郵便局の窓口を利用した金融機関、キーウィ銀行を開設し、ニュージーランドポスト社100%所有の子会社として設立し、郵便事業者による金融サービスを再び開始した。キーウィ銀行は口座開設料や維持料を徴収していないことから、国民からの指示を受けて着実に店舗数を増やし、現在では、 全国のおよそ3割の郵便局で金融サービスが実施されている。なお、キーウィ銀行は、中小企業向け融資や住宅ローン、各種保険の販売、貯蓄思想の普及、ネットバンキングの充実などを今後の課題としている。また、キーウィバンクの成功により、手数料の見直しを行う銀行も出てきており、新たな国営企業の誕生が民間企業への刺激となっている。 ドイツ国内にある郵便局のうち850店舗はポストバンクがドイツポストから買収して保有している。しかし、これらの郵便局では郵便貯金だけではなく郵便などのサービスも従来通り提供されている。850店舗という数字はドイツ国内にある銀行としては最大である。ドイツ銀、特番郵貯買収、読売新聞。 長官第9面2008年9月13日、ジェスカ・フツベレクト2009レアドイチェンバンク金星、以来の既得権益として、現在7行のみ、私立の貯蓄銀行が存在する。ありがとうございます。